はい、こんにちは、ピカです。今日ねマッサのね富士スピードウェイのコースレコードに挑むっていう企画でね、F1 マシン、歴代のね F1 マシンでやってますけど、たまたまねこの2008年にマッサが出したんですけど、その時のモデルがなくてね、2004年モデルのねフェラーリやった時は私のタイムで19秒ですね。まあちょっとまあ何もねギア比とか調整してないタイムなんですけどね、うん、セッティングもなしでそのまま素の状態で乗ってって感じですけど、はい、じゃあね次としまして、この2015年モデルですね、どのぐらいのタイム出るかっていうのをやってみたいと思います。さあやっていくぞ。クビねえじゃんってもういいやと思いました。さあ乗る、よっこいしょ。すんごいな、スイッチいっぱいじゃんこれ。ちょっとね待って、ポチ、すげえなこのス、うーやばいねこれ。 F1 来てるわこれ、もう来てるじゃんっていう感じ、すげえな。これすごくないこれすごくない、これやばいね、かっこいい。俺もなんかあれだよね、このボタンか、これがなんかいろいろあるんだ。これ何、あこれ DR なんとかかな。さあ行くぜ。ちょっとね富士スピードウェイどのくらいで、クラッチが一応あって、多分これ演奏するよね、演奏するね。え、 LED 切れてるよここの手前切れてね、こっち側こっち側。さあ行くぞ。スピードメーターなんだねこれ。まあ、タイヤ温めながら行ってね。おっ、アクセルハーフぐらいで行こう。曲がんね、曲がんね、タイヤ冷えてると曲がんね、ちゃんと走んないと、冷え、ちゃんと走んないとタイヤ温まんねえんだよね。ここは危ない、必ずスピンする、レースで必ずスピンするやついるのよ、一周目で必ずじゃない、あそこ本当に危ないんだよ。いや低速ギアの方がコイルスピンするからさ、ビッツラインなんだこの F77 ってなんだろうね、わかんないね、遅えな俺、なんか遅くね、この車。さあ、着いた。いやータイヤが2のフロントが温まってない、これがね 青いじゃん、4つあってタイヤね、これタイヤの温度なんだ、温度80度か、なんか全然見えねえ、いけねえな、なんだっけ、なんか押せばいいんだっけ、
い、やってみるぞ。左の赤い上のところが DRS で、右のボタンを押すとね、ERS っていうのがね、オンになりますね。このレッドゾーンの左側の緑のやつ、まあ、ERS どのくらい使ったかっていうのでね、一周これが右の方まで行っちゃうと、もう全部使ってますよっていうね、ERS が使えるメーターになりますね。いや、難しい。ダウンホースをね、いかに利用するか。いやー、難しいプレース。よし、もう来た。おー、やば。油断大敵。ボタン押すよ。DRS と DRS、DRS 今押して、P の左側のね、緑のランプがついたら、DRS もね、始動ってことですね。今、DRS が5個ついたらもうマックス消えますね。でも次の1周またね、使えるようになったんで、今1個だけね、使ったって感じになりますね。いや、使いどころがすごい難しい。立ち上がりで使っていいのか、もう5速入ったあたりから使っていいのかっていうのも練習しなきゃいけないな。F1 は多分ね、すごいね、300R じゃね、100R がね、今のすごい速いのよ、この場所。くらいでちょうどいいぐらい、うん、ちょうどいい、ちょっと行き過ぎよ。いやー、コーナー早いんだけどな、スピード上げていかないと。さあ、どれが出る。24秒、全然遅いよな。パッと21秒じゃん、2004年までで。23秒きた。これだな、限界です。はい、やってきましたけどね、23秒しか出なかったですね。なんでだろう、近代フェラーリすごいさ、この、なんかこう、ウィングが開くやつと、こう、電気のアシストがあるんだけど、これが、めちゃくちゃ難しい。使いどころがね。うん。なんでやっぱりね、その2004年のモデルの方が、うん。やっぱその辺が使いやすいよね。扱いやすいっていうか。でね、ダウンホースが強くなってて、コーナリングスピード上げなきゃいけないのね。だから、こう、例えばこう、なんだろうな、ダンロップのところとかっていうのは、やっぱ速度落ちるところ多いし、プリウスもそうなんだけど、ちょっとね、その、コカ・コーラとかすごいね、300R、100R、うん、100R とコカ・コーラなんかは、もうこっちの方が全然速いんだよね。うん、だけど、やっぱり後半セクション、低速になるとね、ダウンホース効かなくなっちゃって、結局その、ダウンホース効かないと、トラクションがね、不足してる感じがするんですよね、こっちの方が。うん、だから開けられないっていう、そこがね、極端に遅くなっちゃうかな。やっぱりこういうマシンだとね。そこがちょっと、今の。で、前ね、試したんだけど、ニュルとかでもやっぱそういう結果になってるから、結構ね、高速コーナーが多いサーキット。むしろ低速コーナーがないサーキットは、今の F1 の方が速いっていうね、ことになると思います。はい。でもな、こうすること抜けないな。うん。まだまだ、こうね。チャレンジ続きますんで、よかったらね、チャンネル登録してってください。かっこいい、かっこいいね。うん。